田中タイキックって言ってたのを思い出します。これなんでしょうね。これ多分クーラーなんじゃないかな。皆さんこんにちは、10勝レゴビルダーひろげだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴクリエイタートゥクトゥクです。はい、今回の動画ではこちらを組み立ててレビューします。はい、今回はこちらのトゥクトゥクを組み立てます。ちなみにトゥクトゥクとは何なのかというと、タイのタクシーです。このトゥクトゥクは三輪車となってます。ちなみにこのレゴクリエイターはレゴストア限定品となってます。この箱の後ろの背景がまるでタイの街並みを彷彿とさせます。そういえば僕の中でトゥクトゥクといえばガキの使いのアメリカンポリスで、タイ人キックボクサーがこれに乗ってて、田中タイキックって言ってたのを思い出します。箱の後ろはこんな感じです。今回このトゥクトゥクにはミニフィグ付属しないんですよね。ちょっとそこがまあ物足りないかなって思います。では開けます。はい、箱の中にはパーツが入った袋が3つと説明書が1冊です。はい、それではレゴクリエイタートゥクトゥクを組み立てます。完成！トゥクトゥクです。おー、このトゥクトゥクなんですけど思ってたより結構大きいです。ただ個人的に実際のトゥクトゥクの色は青色と黄色が結構目立ってるんですけど、今回黄色と緑色とスカイブルーが目立ってます。はい、では近くで見ましょう。まずこちらが正面部分です。このトゥクトゥクの造形がめちゃめちゃ素晴らしいですよね。正面の色合いは上が黄色で下が緑色です。はい、側面はこのようになっていて、後ろはこんな感じです。後ろには消火器がついてます。あ、ちなみに今回のレゴクリエイタートゥクトゥクなんですけど、シールは一切ありません。タイヤがありますので、このようにコロ走行で遊べれます。はい、では中の部分を見ましょう。はい、まずこちらが運転席です。このクリアパーツがドアミラーとなってます。はい、そして後ろの席はこのようになってます。後ろの席のカラーリングも結構派手です。はい、では天井部分も見ましょう。僕はこのパーツは初めて見ました。これは何でしょう、風鈴か守りなんじゃないかなって思います。そして天井部分はこのようになってます。これなんでしょうね、これ多分クーラーなんじゃないかな。で、このトゥクトゥクなんですけど、唯一残念なのはミニフィグがついてないんですよね。多分どうせだったらタイ人っぽいミニフィグを入れて欲しかったです。ちなみにこちらのトゥクトゥクはミニフィグを乗せることができます。乗せる際は一回屋根を取り外してここに座らせて、ちなみにこれ乗せれると言ったんですけど、まあギリ乗せれませんね。こんな感じで突っかえちゃうのと、あとハンドルギリ持たせられないんですよね。ミニフィグこれ以上倒しても持たせられません。これってもしかして立たせるのが標準なのかな。あー、でも立たせられないわけではないですね。おー、いけたいけた。まあ一応大丈夫なんですけど、これは基本的に立たせて座ってるように見せるだけですね。じゃあ後ろにもミニフィグを座らせます。
ます。こちらに関してはミニフィグは乗せるだけなので何のロックもありません。はい、ミニフィグを乗せてみるとこんな感じです。あ、なんか正面から見たら座ってるように見えます。で、ちょっとだけ角度を変えると後ろにお客さんが座ってます。ただこれ側面から見るとこんな感じになっちゃいます。まあこのトゥクトゥクはミニフィグと連動できないわけではありません。まあ無理やりなんですけどこんな感じでミニフィグを乗せることができます。ではこのまま大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。大きさ的にちょうどミニフィグサイズですね。ただ先ほども言ったんですけど操縦席は立たせるだけで後ろのシートにも乗せることができますのでこれはミニフィグと連動するのもありです。では続いてはレゴマリオと並べるとこんな感じです。あ、これ完全にマリオの方がでかいですね。はい、レゴクリエイタートゥクトゥクはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイタートゥクトゥクを組み立ててみました。今回組み立てたトゥクトゥクは完成度が高くてとても良かったです。今回組み立てたトゥクトゥクなんですけど実際のものとはカラーリングが違って黄色と緑色とスカイブルー色が基調になってます。実際のトゥクトゥクは黄色と青色のものが多いです。このトゥクトゥク思ってたより大きくて小さいパーツで各部分を表現していてとても良かったです。ちなみにこちらのトゥクトゥクはミニフィグを乗せることができますのでこれはすごいいいと思いました。で、動画の最初にも言ったんですけどこちらのトゥクトゥクはレゴストア限定品となってます。レゴストア限定のレゴクリエイターの完成度って結構高いのでまた気になったものがあれば買って組み立ててレビューしたいと思います。はい、以上ひろげーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。